ギョーモー、ギョー、ゆめちゃんちみまこでーす。ギョーモ。おしとおすスタイル。業務。なぜ業務になる。はい。今日はですね。はい。こちらですよ。わかりますか。はい。大輔くん。そう。はい。大輔ギラファなんですけど。はい。ちょっとね、見ていただくと、うん、もうだいぶ汚れてきてるのでね。うんうんうん。新しくしてあげようと、うんうんうん、引っ越しをするのですが、はいはい、そこでね、うん、ちょっとね変わったものを見つけたのでそれをちょっと使っていこうと思いますので、はい、なるほどなるほど、はい、はい、なのでとりあえずレッツゴーしましょう。わかりました。じゃあ社食大丈夫ハムさんみたいな、うん、では早速ギラファ大輔くんのお引越し始めていきたいと思います。それではレッツゴー、やるよ。はい、はい、じゃあちょっと早速ね、うん、面白いものを見つけてきたって言ったんですけど、はい、もうサムネで出てますが、うんうん、こちらですね、はい、昆虫マット用保水ジェル。なんやねんそれそうこれね、去年とかも見たんだけど。見たの？多分こういうのあったと思うんだよね。もしかしたら定番商品だったかもしれない、気づいてないだけで。初めて見ました僕は。ごめん、今年初めてだったらごめんね、うん、うん、なんかでもこういうの見た気がせんでもないんだよね、うん、そうダイソーさんにね、あの、うん、要は専用の、うんうんうん、ちょっとなんかいい容器ないかなと思って見に行ってたら、うん、いやいよいよ昆虫の季節始まったなと。ストップだしーって始まった感じ。ストップそう、カブトムシクワガタコーナーがね、うんうん、できてまして、うん、できてるよね。そう、来た来たって感じだよね、うん、あのクリアスライダーみたいなやつだとか、うんうん、マットだとか、うん、いっぱい置いてあって、その中にこちらですよ。なんだこれ、見てみましょうか、うん、カブトムシクワガタムシ飼育用昆虫用保水ジェル、昆虫マットに必要な栄養分や湿度を一定に保ち水分バランスをコントロールします。え、栄養分も？栄養分けど成虫マットは、飼育用マットはそうだよね、栄養分はいらないかなと思うんだけど、なんかあるかもしれんよ、もしかしたら、うん、知らないだけで。なんだこのタピオカみたいなやつだと思ってね。タピ、あ、あ、あ。すごい触り心地じゃない？うん。ね。プルプルしてる。これね、ちょっともう一回うちで使ってみて、うん、みんな手出せない人がいるかもしれないからね。うん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 、うちがちょっと。実験にやってみようと。やっちゃう。そうで、ちょうどなんか裏面見てみると、その大きさでどれぐらいの量が必要かってあるんだけど、うんうんうん、まあ結構中ケース大ケースだと、そこそれを丸々1個使ってって感じだったんで、うんうんうん、そう大輔くんがちょうど汚れてたんで、うーん、使ってみようかな。なるほど、やってみますか。はい、なんかあります？中ケース？わかんないんだよ、何基準が小ケースなのか中ケースなのか大ケースなのか。中308、これが 350g だから、だいたいこれ 丸1個使うならこれぐらいだよね、うん、約、うん、でケースに入れた保水ジェルの高さが約 2-3cm って書いてあるんだよね。で2リットル、まあ下に敷いてマットしてばいいんじゃないの。うん、ケースに入れたマットの高さが約 5cm。うん、あれね、とりあえずあの乾燥は、うん、乾燥はいけないんでね、うんうん、乾燥しないようなためのやつなんだろうけど。そういうことだよね、うん、きっとね。これだと多分1センチもいかないよね、まばらに。まあいいんじゃない、下にシャッと。とりあえず1回、うん、そんな感じでやってみようか。敷き詰めて、うん、その上にマットを乗せて、うん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 、みたいな感じで。そうだね、
りあえず開けてみて、うん、その触り心地だとか、あ、そうだね、そうだね、匂いだとか、あ、ちょっと教えてもらっていいですか。わかりました。じゃあ開けちゃっていいかな。言いましょう。はい、カットイン、カットイン匂いはどうですか。まずおじさんの車の匂いなんて言うんだろう、なんだおじさんの車って。なんかすごい清潔感あふれる、うん、おじさまが乗ってるセダンの香りみたいな乗ったことあんのかい、そんなのにでなんかトラックの車の匂いなんやねんおじさん言うね。トラックの香りがしてるだけかな。まあ、なんか無臭に近いと思うよ。無臭じゃない？無臭に近いんだけど、なんとなくそういう感じ。もう一気に出しちゃう？一回出しちゃっていい？出しちゃうか。いくよ。うん。せーの。うわー！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 スーパーボール。予想と違った。スーパーボールみたいに跳ねるやん。ふう。え？跳ねる跳ねる。え？なんだこれ。え、でも濡れてる。え、でドラゴンボールがいっぱい。いくらだよ。そっかもうおせ。すごいかね。なんだこれ。そうそうそう、めっちゃなんかほら、ふう。ちょっと ASMR 的な感覚。あ、めちゃめちゃ濡れるよ。で、うん。すごいね、もうあのクリアスライダーの周りがもう曇ってきてるってことは、うん、マジでほらでもそう、そんななんかビチャビチャしてる感じはないけど保水力が高いのかもやっぱり。これね、こういう感じでさ、うん、あの木を育ててない、うん、ああ、私ね、そう、持ってこようか、うんうんうん、それ的なことだと思うよ、保水、ちょっと触らせてもらっていい？それ、うん、あ、同じだよね。同じや。ちょっと上の方乾燥しちゃったけど私のやつ、うん、そうそう、こんな感じのことだよね多分。色よもうどこれ 2cm ぐらいあるでしょ。これちょうどいいぐらいじゃない？ちょうどいいぐらいかね、うん、でもこれ1個の直径 2cm もないくらいだけどね。けどそれが2列ぐらい、家2列行くか行かんかぐらいでもいいかもしれんね、うん、なんだこれえ、すごい線路よ、めっちゃ呼べそうじゃない？めっちゃ呼べるよ、だって7個で、ね、7個で1回呼べるからこれ。めっちゃ線路が降臨できる、すごいすごい。でも確かにいくらっぽくもある。思ってたのと違った。もっともっとべったりしてるもんだと思った。あ、そうなの、うん、あ、ベタって感じ。そう、ベタって感じだと思った。そっかそっか、おもろすぎ、うん、じゃあこれにマットを入れてこうか、うん、なんかもう登場するにもうぐちゃぐちゃになる。そう、潜っ、どうなんだろう、潜ったらぐちゃぐちゃになるよねいいよ、言われた通りやって、この経過をあの例えば1週間経過したらもう一回動画にしてみるか。ああ、そうだね、その後、うん、普通に考えたらもうぐちゃぐちゃだよね。うん、そんな綺麗に2層には絶対なってないから。2リットルってこれ5リットルぐらい？いや、もうちょっとあるかな。入れちゃっていいのこれ。うん、怖っ。もうちょっと入れようか、じゃあマット。全部で5センチぐらいで描いたかもね、うん、ちょっと押さえてあげた方がいいんじゃない。あ、いいね、いいね、万能かそのスコップ万能か。いいんじゃない、いいんじゃない、うん、どう触った感じ、どう、うん、上から触った感じ、
なるほど、うん、ウォーターベッドなんだ、うん、なんかちょっと柔らかいふわふわしてる。なるほどね、うん、面白ちょっとこんな感じになってるこれで湿度を保ってくれるわけね。なんか昆虫マット乾燥してるときはあらかじめ水分を含ませてからご使用くださいと書いてある、まあ、ある程度それは、うん、あるからいいね、あるからいいと思う、うん、そこに登り木やら月やら餌皿やらって感じだね。なるほどね、うん、じゃあ今の餌皿をそのまま 裏返してそれからそれから、はい、はい、じゃあね移動していきましょうか。そうだね、うん、引っ越しの準備をしていきましょうか。うほら見てわかる、ちょっとアップにほら、うん、なんかふわふわドーム、うん、これあのオリジナルの餌皿なんでね、はい、ベースで売ってますので、うん、すごいねやっぱね人気だからね。これ外でグッてやった方がいいね。そうだね思ったそう結構ねちょこちょこね、うん、あのリピーターの方とかもね、うん、買っていただけてる。そう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 。これつけてからあ剥がすの？剥がさん？え、そうなの？そっか。オケかな？こんな感じで飲むかな？これでいいのかね？いいんじゃない？うん、やっぱりね。どうしても乾燥してくるとね、うん、あの生態には良くないんでね、うん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 、水分大事だからね、うんうん、とかだからいつもはこの状態からあの霧吹きをかけたりとかさ、あそうだ、ね、するわけじゃん、うん、 そうだね、それがいらないのかっていう。確かにことか、うんうん、ヨネちゃん TV 完成。完成、じゃじゃじゃーん、はーい、結構簡単だね、うん、うん、普通に敷いて上にマット乗せてでこんな感じ、うん、裏みたいな裏うわタピタピしてる裏はもうタピオカ、はい、じゃあ入れていきましょうか。ギラハちゃん、うん、できましょう。まあでもメスじゃないからオスは結構潜ったりはしない、まあ、潜らないからいいとは思うけどね、うん、これをカブトムシとかで国産のそうだ、ね、やったら多分結構上にオレンジの玉出てくるし、うん、ドラゴンボールいっぱい上に出てくると思うけどだよね、うん、ギラハはよっぽど、でも一般家庭でさ、ね、ダイソーさんで求めるこの家庭を考えたら、うん、結構国産カブトとかノコギリとかミヤマとかその辺が多いのかもしれないよね。そうだね、そうなると結構ごちゃごちゃになっちゃうかもしれない。確かに、うん、でも保水はされるからそれを食べちゃうわけじゃないのでいいとは思うけどね、うんうん、じゃあねこれどうしましょうか。ちょっと何週間かこれで様子を見てみて、うん、そうだね、どんな状態になるかまた、うん、動画にしましょうか。そうしましょう、うん、うん、気になる、気になるね、うん、その何日か経った後の状態が知りたいね、うん、そうだね、うん、今は綺麗だけどね、そう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 、うん、虫の状態だったりこのマットの状態だったり、うん、質感が変わっていくのかどうか、ね、そうだね、うん、じゃあちょっとはい、また動画にしましょう。はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまいしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。湿度はいかがですか。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね